リシナ戦は、中華民国の軍人。新高生派の有力指揮官の一人で、北伐、藩省戦争、日中戦争などを歴戦した。字は、鶴麗。共振の家庭に生まれる。はじめは、旧学を学んだが、1907年に、サ津ツが創設した高生陸軍小学に入学する。1910年、湖北第三陸軍中学に進学して、第二期生となり、 その翌年には武将記に,に革命派として参加した。その後、帰郷して青霧州で軍海局局員となっている。1913年、固定陸軍軍艦学校第一期生として入学し、この時に白、高敷と同学になった。翌年末に卒業し、帰郷して厚生軍に入隊、五国戦争にも従軍している。 1916年、所属していた、連の連長が、湖南軍に転じたため、李も将軍に加入した。その後、保定陸軍軍官学校で、同学だった、統制地の配下となり、五方運動に関連する、様々な戦役に参戦、順調に昇進した。1924年、将軍第四子、第八度旅,旅長に任ぜられている。1926年6月、 当聖地が国民革命軍の序列に加わったことに伴い、立志那戦は第8軍第3師市長に任ぜられた。北伐に際しては、湖南省各地の攻略と湖北省でのご配布、軍撃破に貢献している。翌年2月、第8軍副軍長、さらに4月には軍長に昇進し、武漢三鎮栄受総指令や湖北省政府委員も、兼任した。 上海クーデターが勃発すると、小解析を支持して、中国共産党の粛清に従事している。同年10月からの年間戦争でもリシナ戦は、党政治に追従したが、党は新構成派の理想人らに敗北してしまう。リシナ戦は、翌1928年2月、新構成派に基準し、4月には、国民革命軍第4集団軍第12措地軍。 総指揮兼第8軍軍長に任ぜられた。その後、北伐に再び加わり、川でジカロ、自家路貫軍3万を武装解除し、東山に駐留している。1929年3月、小桂戦争が勃発すると、小海石が東西地を再起用する。リシナ戦も、塔の下に戻り、第5蘇事軍副総指揮兼第8軍軍長として、再び新高生派と戦う。 しかし同年末に、当政治は再び、小解析に反旗を翻し、氏品戦もこれに従った。翌年1月、唐は敗北し、李も下野して、香港に一時逃れている。この年に、中原大戦が勃発すると、李は今度は新興政派から招聘され、湖南前後、ただし弁に起用された。中原大戦で新興政派が敗北すると、李は、後世に戻り、 第四集団軍僧司令部参謀長を務めている。以後、南寧軍官学校校長、厚生変貌対ただ市弁圏左校区、行政監督、琉守区民団指揮官などを歴任し、1935年に、再び第四集団軍僧司令部参謀長に、帰り咲いた。1936年1月、陸軍中将に昇進し、7月には、厚生水税交渉副主任となっている。 翌年3月、陸軍上昇区組を授与された。リシナ戦別陰1937年7月に日中戦争が勃発し、12月にはリシナ戦は第11集団軍曹司令に任命される。リシナ戦は李想人が管轄する第5戦区に赴任し、大次層の戦いや助手改戦に参戦、日本軍に大打撃を与える軍港を挙げた。 翌1938年6月には、武漢海戦に参戦し、武漢防衛軍第四兵団司令に任ぜられている。最終的に10月に武漢は陥落したが、リシナ戦引き入る軍は他の遊軍に比べ前線し、その後北省で休養、再編に努めた。1939年4月には、随夏目海戦に参戦、日本軍の四個師団などと激戦を展開し、 構成を食い止める軍港を挙げた。1939年11月、リシナ戦は暗気商政府主席に任命され、さらに第21集団軍総司令に昇進した。暗気商では、公日体制の整備に取り組み、1940年5月の第二次随夏目海戦や1941年8月の第二次調査海戦でも、日本軍への効果的な反撃に成功している。 その一方で、李は共産党への弾圧、粛清も強力に遂行し、1941年1月には新四軍を包囲、攻撃、これを殲滅した。これらの軍港もあって、1945年1月、第十戦区司令長官に昇進し、6月には中国国民党第六期中央執行委員に選出されている。終戦に際しては、方面で、 日本軍の幸福受託事務に従事した。1946年4月より、李氏名戦は安記省政府主席に選任となったが、同年中に助州水税交渉副主任を兼任し、国境内戦での迎撃作戦にも参与している。1948年、李宗人が副総統選挙に出馬すると、これを全面的に支援した。同年、李氏名船は、 家中軍政長官交渉副長官に任ぜられ、翌1949年5月には、経林水税交渉主任となった。しかし、中国人民解放軍の公正を食い止めることは、できず、同年12月、台湾へ逃亡した。台湾での利品船は、総統府戦略顧問委員会顧問に任ぜられている。1953年に退職し、台北市水源里の隣町として、 予生を送った。1987年3月23日、台北市にて病没。去年98、ありがとうございます。